日本一の宝石伝道師えっちゃんです。今日は皆さんからリクエストが多かった宝石の扱い方についてお話しします。宝石の洗浄の仕方、持ち歩き方法、チェーンのアジャスターの動かし方のコツ、宝石を持つ心得をお伝えします。宝石とともに生活するあなたと宝石が生き生きと毎日を輝かせることができますように、ぜひ最後までご覧くださいね。宝石の洗浄の仕方、以前 YouTube でお話ししましたが、今度は自分側から見た感じの洗浄のやり方を取ってほしいというリクエストがありました。今回改めて洗浄の方法をお伝えします。宝石店で洗浄してもらうのが一番とは思わないでくださいね。超音波にかけられて実際に石が割れてしまったりと、案外危険もあります。ハイジュエリーに対しての知識を持っている方かどうかなんて聞けないですよね。そこでご自分で簡単に宝石を洗浄することができます。また前回の宝石の知識シリーズ、宝石の洗浄も重ねてご覧くださいね。宝石の洗浄の仕方です。洗浄する前にですね、まず宝石を留めている爪が緩んでいないか確認しましょう。宝石を耳元にかざし、軽くリングやペンダントを振ってみたり、トントンと地金の部分を人差し指で叩いてみると、カタカタと小さな音がしたら爪が緩んでいます。その場合は宝石店で修理してもらいましょうね。では洗浄していきましょう。用意するものは、シャン、歯ブラシ。使い古しの歯ブラシではなく、宝石専用の歯ブラシを1本用意しておきましょう。それから流し台の中で洗浄すると、排水口に網などがない場合は手が滑って宝石をうっかり落としてしまうこともあるので、流し台の下にタオルを敷くか、このようなボウルを用意して何回かお水を変えて洗剤を落としてあげましょう。では洗浄いきます。必要なのは歯ブラシとボールとお水、そして中性洗剤で大丈夫です。何の中性洗剤がいいのとかよく聞かれるんですけども、台所用中性洗剤であれば何でもいいです。こんな感じでちょっとお水に濡らし、中性洗剤を 1,2 滴ちょっと垂らします。そしてまずこのリングだったらリングの裏側からですね、こういう感じで小刻みに歯ブラシを動かしながら洗っていきます。でよくこのダイヤのところとか地金のこういうね、間にこう歯ブラシを奥に落とし込んで汚れを取っていきます。真ん中もですね、こういう感じにゴシゴシゴシではなくて、宝石が気持ちいいなって思ってもらえるような洗い方します。そして横ですね、意外とこういう横のね、地金のところとかほこりや汚れがたまりやすいです。この地金のこのリングとかのね、こういうところを洗います。で表面、こういう感じですね。なぜ裏側から洗うのって聞かれるんですけど、表の宝石のテーブル面に手の油分が残らないためです。こんな感じですすいでいきます。2回3回とお水を変えてすすいであげてください。そしてよくね、ティッシュペーパーとかタオルがいいのって、この水分ね、取るのによく聞かれるんですけど、タオルもね悪くはないけど、この爪のところに糸が引っかかったりします。でおすすめはティッシュより、またその紙ぼこりも少ない、こういうキッチンペーパー、しっかりしてるんですよね。水分も取りやすいし、ちょっとこうね、トントンとこうね、押し付けるような感じで水分取っていきます。そうすると意外と汚れも綺麗に、じゃじゃーん、こんな感じで輝いてきます。なんかさっぱりした顔してませんかね。ペンダントですね、ペンダントもこういう感じで、こう裏側から横、こういう感じですね。で表を洗うんですけど、ここでちょっと待った、
チェーンネックレスです。このチェーンですね、チェーンの形態によっても違うんですけど、下手にガシガシやるとちょっとね突っかかっちゃったりするんですね。だからこう同じ方向でこういきます。こうね、こういう風にこうね、こうチェーンの隙間とかにね、すごいなんかこうねホコリとか首の油分ついちゃうんですよね。そしたら今度は反対側をまた同じようにこちょこちょと泡立てて洗ってあげます。ペンダントの裏のところとかこういうところですね、この裏側をきれいに洗ってあげて、はい、もう一度この横とこの正面ですね。正面って人の顔と同じなので、こうねゴシゴシ洗うよりもそっとね、そっと優しく泡立ててあげて洗ってあげます。この状態であとは水をですね何回か変えてあげます。まあ、少なくても2回3回変えてあげた方がいいですかね。こんな感じで新しいお水にちょっとさっぱりするまで洗剤をですね洗い流してあげてください。でこういう感じで押さえるようにこうやって水分を取ってあげます。でチェーンの方もちょっと押さえるような感じでですね、あんまりこうガーッとやらないように丁寧に水分取ってあげます。こんな感じです。あーさっぱりしたって顔してますね。ではですね、真珠の洗浄の仕方、綺麗にしてあげたいですよね。やっぱりこう油分とかつきます。首を飾るものなので油分とかホコリとかつきますけど、さっきの洗浄の仕方みたいに水の中につけてしまうとワイヤーが入ってるので錆びてしまうんですね。そうすると真珠の中の方から錆びちゃうからあまり良くないです。そこでじゃん、タオルが登場します。このタオルの中にですね、お水ではなくてお湯を染み込ませます。なぜお湯かっていうと、どちらかというとカルキを飛ばしたお水ってことですね。あまり熱くなくお湯で少し冷ましてあげてください。こういう感じでですね、こう濡らしてあります。ちょっと押さえるようにですね、こういう感じで真珠と真珠の間に汚れがついている場合は丁寧にですね、真珠をちょっと回転させながら汚れを取っていきます。カルキがついちゃうと意外とですね、海の中の真珠はカルキ嫌いなんですね。こういう感じですね。ちょっと汚れてるなと思ったらこう何回か押し込むような感じなんだけども、優しく汚れを取ってあげてください。あとこのクラスプですね、ここも外して、こういうところも汚れを取ってあげてください。そしたらこのタオルの反対側で乾いてる方で、今度はこの水分を押すような感じでこう丁寧に水分を取ってあげてください。で時々つけた後とかやってあげると、しまっておいても、特にこの真珠無調色なのでもう本当に一生というより何台もずっと使えます。照りもつやも綺麗でしょ。はい、これが真珠の洗浄というよりも本当に真珠をきれいにしてあげるための方法です。これをまあ専用のケースに入れてあげると、とてもとてもきれいな状態で保管できます。宝石の洗浄の仕方、洗浄の際に気をつけていただきたいのは、ほとんどの宝石はご自分で洗います。ですが水に弱い宝石もあります。トルコ石やエチオピアオパールは水につけないでください。こういったセイム川っていうのがあります。これでこう優しくね拭いてあげるといいと思います。真珠も宝石も見違えるようにキラキラと光沢とかね輝きを戻しています。宝石を大切にすることで、あなたの宝石があなたと共に輝いてくれます。
ぜひ自分の気持ちを込めて洗浄してあげてください。いかがでしたでしょうか。自分が毎日お風呂に入って体を洗うように、宝石も優しく宝石の疲れを取ってあげる気持ちで洗ってあげてください。明日もきっとすがすがしい顔をした宝石があなたに寄り添って応援してくれますよ。今日は皆さんからリクエストが多かった宝石の扱い方についてお話しします。宝石の洗浄の仕方、持ち歩き方法、チェーンのアジャスターの動かし方のコツ、宝石を持つ心得をお伝えします。ポイントは流し台に落とさないように、こういったボールとかを使ってあげる、歯ブラシと中性洗剤で洗ってあげる、裏横表でチェーンも優しくですね洗ってあげてください。あとはもう水を何回か変えて中性洗剤を落としてください。あと乾かすにはできるだけキッチンペーパータオルがいいです、はい、宝石の持ち歩き方法も以前お伝えしたのですが、こちらが復習です。はい、じゃあ今からですね、宝石の持ち運び方、持ち運ぶのにですね、よくティッシュペーパーとかくるんで旅行先で捨ててきてしまった、結構そういう方いらっしゃるんですね。そこでリアンはこういうポーチを使います。そして肩ポリっていうんですけどね、こういうちょっと固めのしっかりしたビニール袋を使います。まあ硬いポリチャックっていうんですね。で、例えばちょっと出先で宝石外したいなっていう時には、リングでしたらまあこういう感じですよね。こういう感じでこちらのポーチにしまってバッグのポケットへ。そして一つコツなんですけど、このペンダントネックレス、こういう感じにヘッドの方を入れます。できるところまでちょっとカチッとね、このポリチャックの封を締めます。そしたらですね、チェーンを今どっち向きでもいいんだけれども、こういう風に巻きます。そしてこれをどちら向きでもいいんですけども、まあ、チェーンを押さえてこう絡まらないような形でここに収納します。こんな感じですね。こんな感じで入れて、このポーチをバッグの内ポケットとかに入れたりすると落とすことはないですね。こういうしまい方を普段習慣づけていくと、宝石に対しての思いも違います。そして一番いいのはですね、やっぱり宝石を傷つけず外で外すときはこのポーチっていう風に動くようになります。ある方ちょっと温泉で外しちゃったらどこか行っちゃった、マッサージ行ったらさどこで落としたんだろうって方多いんですね。こんな風に収納してバッグのポケット、内ポケットの中とかにおしまいください。宝石の持ち運び用収納の仕方でした。リアの場合はこういうふうにね、納品の時に必ず硬いポリチャックとこのポーチですね、セットにして納品させていただきます。宝石を大切にすることって私たちにとってもとてもとても嬉しいことなんです。そしてペンダントネックレスのチェーンをスライドさせるためのアジャスターの動かし方がわからない、ただ引っ張るとチェーンが切れそうで怖いという方に、こちらをご覧ください。チェーンネックレスのスライドの動かし方、よくペンダントを作っていただいた際にチェーンをつけると質問が来ます。なんかスライドついてるんだけどどうして動かしていいか怖くて動かせない。そこで今日はこのスライドの動かし方をご説明します。チェーンネックレスってですね、こういうふうにこうスライド感ついてるものがあります。これが引き輪というものです。でこちらがプレートっていうんですけど、この引き輪をこういうふうにこうはめるんですね。でこの引き輪自体がスライドがついてる場合はこういう形になってます。ここに丸玉があるんですね。この丸玉の中にシリコンクッションがついていて、ここが動くんです。ただこの動くところですね、遠くを持って動かさないでください。この近くですね、この丸玉のところを持っていただいて、スル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 っとこう動かします。スル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 っと簡単です。
これ遠くだとここの丸輪っていうとこういう繊細なところを伸ばしちゃったり切っちゃったりします。チェーンの根元のところを持ってこの丸玉を持ってこういう形で動かします。実際やってみるととても簡単です。安心してこのスライドチェーン使ってください。長さ調節とっても使いやすいですよ。はい、宝石の取り扱い方3点をお伝えしました。いかがでしょうか。先日遠方よりいらしていただいた方がこれまではある場所で買われていて明らかに下取りした昔の産地の宝石や一昔二昔のデザインと思える宝石をたくさんお持ちになりました。決して中古が全て悪いわけではなく宝石たちが悪いわけではないのですが、そこに自分を守ってほしい、変わらせてほしいと思うのは違うように思いました。またリアンでルースといってカットした石だけ買われて枠は他で作るからその方が安いと言われる方もいらっしゃいます。またそういう方に限って自分が変わりたい、いい方向に行きたい、身につけてラッキーな宝石が欲しいと願っていらっしゃるのです。他で作られても構いませんが、その枠があなたのために、そしてその石のために作られたものでないなら 1+1 が2ではなく1や0もしくはマイナスになることもあります。どうか宝石が大好きでその宝石のために、そしてあなたのために心を込めて作ってくださる宝石店か職人さんにお願いしてください。宝石は大切なあなたのために生き生きと共に輝こうとしてくれます。そういう宝石はけなげで純粋です。だから共に生かしてほしいのです。宝石もあなたも。もちろん高価すぎたら手にすることは難しいと思いますが、宝石を伝える側も宝石をお持ちになる方も宝石イコール単なるラッキーオブジェクト、ものであってほしくないと感じています。宝石はあなたに寄り添い、あなたと共に成長して生きてくれます。また、数々の不思議な体験は、現在なお、さらに多くの方々の心に深く伝わっていると感じています。だから、ご自分のところに来る宝石を大切にしてほしい。宝石はあなたのために現れます。あなたを幸せにする使命を感じて、不思議なタイミングで現れるのです。人の心と宝石の心、結びつけられるのは宝石の思いを言葉として感じて伝えられるからです。あなたにぴったりと寄り添い、一緒に輝きながら生きてくれる宝石、本物の宝石はあなたのために現れます。人生そのものを変えてくれる宝石、心から大切にしてくれる持ち主のために、ささやかな幸せと笑顔が限りなく増えていくように永遠に輝き続けるのです。それがあなたのための、あなただけの宝石です。今日は私から実際に普段からやっている家で簡単にできる宝石の洗浄の仕方をお伝えします。お店でも皆さんの宝石はこうして洗浄しています。とっても簡単で驚くほど綺麗になります。今回はぜひ覚えていただきたいなと思います。皆さん宝石店で洗浄してもらうのが一番と思っているかもしれませんが、実は危険がいっぱいなんです。超音波の機械はかけられない宝石が案外多くて、超音波の機械自体が宝石を選んでしまいます。あまり使い勝手が良くないのです。ハイジュエリーに対してそのお店のスタッフが専門知識を持っている人とは限らないので信用はできません。以前近くの宝石店でお客様のブラックオパールを超音波にかけて割ってしまったということもありました。これからお伝えする洗浄のやり方は、家に必ず1本はあるあれと、あれを使った誰でも簡単にできて、そして驚くほど綺麗になる裏技をご紹介します。そのあれとは、台所用の中性洗剤、そしてもう一つはこれ、歯ブラシ。じゃじゃーん。流しで洗浄するのは宝石を排水口に落としてしまう危険性があるので、流し台の中にタオルを敷くか、もしくはこのようなボウルに水を入れ、こんな感じで歯ブラシに一時的
中性洗剤をつけます。では早速洗っていきたいと思います。まずは宝石の裏側から洗います。ここが宝石の洗浄にとって一番のポイントです。なぜ裏側から洗うかというと、最後に宝石の顔である表面を洗う方が指の油分が残らないのです。こんな感じで裏側、横と歯ブラシを細かく動かして中側に入れて洗っていきます。その後表側を中石の色石と周りのダイヤも丁寧に、ペンダントネックレスの場合はこのようにチェーンネックレスも両面を歯ブラシで丁寧に洗います。皆さん案外このチェーンを見逃しますが、汗や油分がチェーンの細かなところにつきやすいのできちんと洗いましょう。その後ボウルの中で中性洗剤を落とします。ここでもう一つポイントです。宝石についた中性洗剤はしっかりと落としてください。中には肌が痒くなってしまう方もあるので、水を2回くらい抱えてすすいでください。あとはティッシュペーパーで拭きます。タオルは宝石の爪に糸が引っかかりやすいため、ティッシュペーパーもしくはキッチンペーパーの方がいいです。キッチンペーパーはティッシュペーパーより細かな紙袋もつかず、紙質もしっかりしているためおすすめです。洗浄の際に気をつけていただきたいのは、ほとんどの宝石はご自分で洗いますが、ナチュラルのトルコ石は水に弱く変色してしまうのでやめましょう。真珠やエチオピア産オパールも要注意です。真珠の洗い方はまた別の動画でやりますね。それとシルバーは水につけると酸化するので、この洗い方はできません。乾いたら宝石の爪とか引っかかる場所がないか、石がカタカタして爪が緩んでないかチェックするのも宝石をいい状態に保つ秘訣です。皆さんは毎日シャワーを浴びたりお風呂に入って顔や体を洗いますね。よくお風呂に入ったついでに身につけている宝石を洗えばいいなんてそういう方いますけど、横着しないでくださいね。宝石の作りはとても繊細です。爪が上がって石が緩みお風呂で流してしまう可能性もあります。自分が顔を洗うように、宝石には宝石専用のお風呂とシャワーが必要です。いつまでもキラキラと輝いてくれる自分の相棒に、こうして心を込めて洗浄してあげながら、宝石も自分もリフレッシュして輝きましょう。私のルーティンワークの動画でも紹介しましたが、私はこの洗浄を毎日やっています。朝から綺麗なものに触れるってとても気分がいいですよ。いつも YouTube をご覧いただいてありがとうございます。以前宝石の洗浄の仕方、家で簡単にできる宝石の洗浄方法やプロが選ぶおすすめの宝石と7つ道具などをお話ししましたら、取り扱い方や保管方法を教えてというご要望がありました。そこで今回はプロの宝石商として基本的な宝石の取り扱い方と保管の仕方を宝石大好きなえっちゃん独自の方法でお伝えしたいと思います。それから最近は LINE アットに登録していただく方が多く、心より御礼申し上げます。ありがとうございます。またご登録いただいた方に、私からあなたに合う宝石をお選びしますと題して宝石の写真とコメントをお送りしていますが、どうしてわかるの？図星でびっくりしました。私の誕生日知らないですよね。この色大好きなんですがなぜわかったの？
と数々の驚きのコメントをいただいておりまして、どうしたらわかるのか、以前相性を見抜くには思いの強さが大切という動画でお話しています。まだご覧になっていらっしゃらない方は概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧くださいね。実はその後、思いの強さだけでわかるものなの？とご質問をいただきました。思い方が真剣というか、ちょっと独自方法かもしれませんが、メールをいただいた方のイメージと意思を重ね合わせていくのですね。その方の求める気持ちが強ければ強いほど、ドンピシャとハートにストライクとなるようです。私はお店でもいつもそうしています。その方と出会った瞬間から、その方の波動と愛、人生が好転していく宝石を伝えたいと思うのみです。普段の私をよく見ているマネージャー曰く、私に対して冷静なコメントです。遠隔で人と石との相性を感じてつなげることができる。時に重病の方に真剣に宝石を探す。石があると感じる時は見つかるし、不思議な奇跡が起こる。突然人の肩や頭の上を見て話をする。前世の方が現れると話し方が変わる。決して人を裏切らない。石は人を裏切らないから、私も裏切れないと根底で思っている。ビジネスだけでは仕事をしない。ただ売るだけでは宝石も人も不幸になると思っている。困った時には本気でその人を受け止める使命感に燃える。突然スイッチが入る。普段はぼーっとしているそうですが、宝石に伝えてほしいと選ばれた任務があるのでしょうね、きっと。では今日は宝石を扱う上で方法というか、私からのお願いに近いかもしれませんが、宝石を持つ人への心構え、宝石の扱い方と保管方法をお伝えしたいと思います。いくら硬い石とはいえ、先日もお話した通り、中には柔らかな宝石もあります。チョークと同じようなデリケートな宝石もあります。また高度9のルビーやサファイア、高度10のダイヤモンドも身につけたままでお風呂に入るという方もあります。自分の体を洗うついでに宝石も洗っていますという方も。ちょっと待った、ペンダントやリングはプラチナやゴールドの地金の枠で留められています。爪も繊細です。自分の体と一緒に洗浄してるなんて、もうもってのほか。絶対絶対にやらないでくださいね。地金は柔らかく繊細な細い爪で留められています。お風呂で洗ったりシャワー浴びたりなんてしたら、知らぬ間に爪が上がっていて、石がポロリと取れて流れてしまったということもあります。現にお客様でもありました。丁寧に宝石は宝石としてお風呂に入れたり、シャワーを当ててあげてください。まるで我が子赤ちゃんをそーっとお風呂に入れるかのように。以前お客様から、村上さん大変です、真珠のネックレスをつけたままお風呂に入っちゃいましたという方がありました。しかもその方2回も。いくら疲れていたとしても、せめて帰宅したらすぐに外してあげましょう。宝石には宝石の所定の場所、ベッドが必要です。ケースにしまうか、専用トレーに置いて習慣づけましょう。ただし、ジュエリーケースやトレーに重ねて盛りだくさんに宝石を押し込まないこと。押し入れにぎゅうぎゅう詰められたら、あなただって嫌でしょ。宝石に頼るだけではなく、自分の分身と思えば、おろそかには扱えません。それと、こちらのペンダントやリング、ピアスのケース、宝石たちのベッドですね。汚れていませんか？ほら、こんな風に、ほこりだらけ。もし、あなたのベッドや布団の中からこんなにホコリだらけだったら、ゆっくり休めませんよね。逆にアレルギーを起こしてしまうんでは？ケースが汚れたら、じゃじゃーん！こちらを用意しましょう。ガムテープ。ガムテープもし家にないという方は、セロテープでも構いませんが、ホコリや汚れ取りにはガムテープ一つあると便利です。ほら、こんな風に見る間に綺麗になりますね。こちらの真珠も心地いい顔してますよね。宝石の輝き方も違ってきます。こういう扱い方をしてこそ、我が友宝石はあなたのために頑張って働いてくれるのではないでしょうか。またかさばるからケース嫌いという方、リアンではこういう肩ポリ、硬いポリチャックのことなんですが、こちらをご用意します。さらにはこういうポーチも携帯用にご用意します。よくあるお話なのですが、旅行先でティッシュに包んで捨ててきてしまったという方、案外多いのです。ティッシュペーパーに包むのは危険ですよ。今日からその習慣はやめましょう。もし肩ぶれがなくても、100円ショップで普通の小さめの柔らかなポリチャック売っていますよね。もちろんサイズもいろいろあります。あ、だからといって大きめのビニール袋にわさっと入れるのはダメですよ。一つ一つ丁寧に、そこだけは意識して習慣づけましょう。またよくあるお話で、厄介なのがチェーンごとビニール袋に入れて絡んでしまって取れないとか、チェーンを切ってしまったとか、チェーンで石が傷ついたと言われる方、しまい方にコツがあります。例えばペンダントネックレスだったら、先にペンダントヘッドの方を入れてチェーンを出してくるくるっと巻く。それをまたもう一枚のビニール袋に入れるとか、ポーチに入れるのです。ペンダントです。普通の小さなビニール袋、柔らかいものです。
んな感じでくるくるっとチェーン巻きます。もう一つのもう一枚これをこのままこんな感じで入れます。ほら案外簡単でしょ。お客様にはこの方法をおすすめしています。女性でしたらこのポーチをバッグの内ポケットや宝石専用のもう少し大きなポーチとかケースに入れればまずなくすことも壊すこともありませんね。いかがでしたでしょうか。宝石の扱い方と保管方法、基本中の基本ですね。これは真珠でも同じです。また真珠は真珠編で詳しくお話ししますね。宝石はあなたのそばに寄り添い、あなたと共に生きてくれます。宝石は自分にとってハートに響いてくるお守りなのです。そして人はほんの些細なきっかけや一歩踏み出す勇気でこんなにも劇的に変われるのかと出会った方々と共に私自身も経験してきました。ほんの少しだけ角度を変えてあげるだけでいい方へ変わっていく、どなたにもその可能性はお持ちです。そういった方々をたくさん見てきました。そのうちに村上さんにもっと見てほしいという方々が口コミで増え、ちょっと変わった宝石ショーになりました。お店にいらっしゃっていただける方だけでなく、この YouTube でももっと大勢の方々にいい情報を、新しい角度の気づきを発信できたらなと思います。こんなこと知りたいな、こんな話してほしいなというご要望もぜひコメントくださいね。あらゆる角度で宝石という存在を知っていただきたいと思います。宝石は人と同じです。心があります。だからこそあなたが大切に扱ってほしいと相手に願うのと同じように、宝石もあなたにそうお願いしています。そしてお互いに心を通じた時、宝石はあなたのために奇跡を起こすのです。えんちゃんでした。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価、 LINE アットの登録もお願いします。これからバンバンいい情報を発信していきますので、ぜひぜひお楽しみに。